フィンランドのハルトーラにある、坂月城穴諏訪大社下社東宮山道の敷石に掘られた多数の杯月城穴。すでによそで穴が掘られていた石がここへ持ち込まれたのか、ここへ持ち込まれた後に掘られたのかは、不明杯月城穴や手水石の近くで見つかることが多いという。近代に作られた杯月城穴の例。福岡県浮橋の須佐能神社の杯月城穴。 石に対する信仰は日本でも古くから存在した。日本の杯月城石は縄文時代から作られている。もともとは岩倉に掘られ、子孫繁栄や死者の蘇生を願ったものとされている。古墳時代には古墳の棺に掘られた。同時代のものとされる福岡県宗方市の大島海岸の岩石に数多くある杯月城穴は馬蹄岩と呼ばれる。 鎌倉時代には村の入り口に魔除けの目的で作ったり、神社の灯籠や手水石等に掘ることが多くなった。東大寺の手貝門に掘られた酒月城穴もこの頃に掘られたものである。江戸時代には従来の目的に加えて昔作られたものを元にして新たに数多く作られた。酒月城穴信仰は維新後も残り昭和初期までは作られていたという説もある。 日本では明治時代に坪井正五郎や鳥居隆三によって考古学的な研究が行われたが、その後の考古学者の興味を引くことはなく、あまり研究は行われてこなかったようである。最近は民族学の学者が研究している。ありがとうございます。